先生はドイツへ来られたのは初めてですか？いや、初めてじゃないです。一番最初は1970年、私が大学生の時に、大学の選抜チームで、ヨーロッパを6週間転戦した時に、フランクフルトでドイツチームと親善試合をやりました。それが初めてですね。2回目は、1998年、北の方のストラウザンドっていうところ、そこへ2回ほど来まして、あと5年ぐらい前にミュンヘン1回来ました。で、今回こちらがまあこっちこの市、市は初めてですね。ですから5回ぐらい来てます。先生はどのようにして空手を始められたのですか？空手は15歳からですね。僕はそれまで野球の選手だったんです。私の高校は早稲田実業といって高校野球で名門で、すごいプレイヤーばっかりですね。後にみんなプロになった人たちばっかりで、僕のチームメイトはやっぱりもう実力の差を思い知らされましてね。それで何か野球に変わるものはないかなと思って、たまたまその電車の釣り革広告を見たら空手の大会があったんですよね。大学の大会なんですけど、なんでか知らないんですけど、興味が湧いて、それ日本武道館に見に行って、で試合そのものはもう全然わからないですね。どういう何が技ありだか一本だかっていうのもわからないけど、ただOB の方が、まあ、今で言うと簡単なその基本一本組手のようなもんなんですけど、それをデモンストレーションして、それが何か僕にとっちゃものすごいその印象に残りましたね。それで、あ、空手って面白そうだなっていうので始めたんですね。たまたま高校の先生で、大学時代空手やってる先生がいまして、まあその先生から手ほどきを受けたんですね。先生は伝統的な松濤館空手を修練され、教授されていますが、どのご師範のもとで修行されたのですか？ご指導ですね、まあ高校時代は本当にもう基本に毛の生えた程度の練習しかしない。あとは巻き藁だけはよく叩きましたね。だけど大学行ってからですね、まあ私は法政大学なんですけど、法政大学はまあ拓殖大学とか早稲田、慶応と、この4つの大学が日本空手協会っていうものを作ったわけですよね。で、まあいろいろな問題があって、この拓殖大学だけが空手協会に残ったんですけど、大学時代の僕の恩師は瀬戸口道夫という先生なんですけど、まあ、この方1980年から90年にかけて全日本の監督をやった人なんですけど、まあその先輩にこういろいろ教えていただきましたね、大学時代は。まあもちろんあとはコーチの人とかいろいろな人たちから教わったんですけど、その後卒業してから、そのいわゆる空手の、その指導員になりたいっていうきっかけは、やっぱりさっき言った1970年のヨーロッパ旅行なんですよ。その時にドイツでは越智先生と永井先生いたですね、確か。金沢先生もいた。デモンストレーションやったんですね。いや、まあね、僕はね、感動しましたね。あんなデモンストレーション見たことないですから。いわゆる我々は試合はできるんですよ。だけどデモンストレーションであんな豪快な技をね、やって、へえと思ったんですね。もう学生ですから、もう試合の空手しか知らないわけですよ。だけどもう試合の空手、まあ今日やったようなセミナーでね、あんなような技をこうデモンストレーションでやったわけですよ。僕にとっちゃ、だからヨーロッパへ来てヨーロッパの選手と戦ったことは全く記憶にないんです。その先生たちのデモンストレーションが記憶にあって、まあ僕は就職決まってたんですけど、大学の4年生だったから急遽もう辞めて、それで空手協会の門を叩いて、まあ指導員研修生っていうコースを選んだんですよね。だからやっぱ
っぱりドイツは僕にとってのある意味でのそのターニングポイントだったんですよね、人生のね。先生にとって伝統空手とはどんな意味がおありでしょうか？いや、僕にとってはものすごく大切ですね。やはりその伝統文化っていうのはやっぱり何でも基礎だと思うんですよ、基本。まあこれ茶道でもそうだし、おそらくまあ私は経験ないですけど、生け花とかいろんなありとあらゆるその伝統文化っていうのはやっぱり基礎ですよね。基礎がなければそこにそのなんていうんですか、こうまあ木で言えば根元がしっかりしてなければ木は大きく育たないのと同じで、だからその基本があるから、まあ我々伝統空手というか、その僕はあんまり伝統空手とかスポーツ空手っていうのはあんまりその区分けするのはあんまり好きじゃないんですよ。空手は空手で、もう要はまあ強くて美しければもういいだろうっていうような、まあ大雑把な考え方なんですけど、あえて伝統空手というふうに言うと、やっぱり基本と型ですよね。組手っていうのはファイティングスピリッツがあればできるんですよ、運動能力があって。もうちょっと極端な話、2週間ぐらい教えればもう組手なんか誰でもできますから。ところが型はやっぱりいい先生についてきちっと基本を教わらないと型はできないですからね。ですから伝統空手のいいところはやっぱり僕やっぱりその基本と型、これがやっぱりきちっとできる。逆に僕らが今度その人の空手を評価する時はやっぱりそこですよね。その人の基本を見て、型を見て、ああ、あなたはいい先生ですね、いい先生に習いましたねっていうのが僕たちは言えますよね。先生とスポーツ空手との関わり合いをお聞きしたいのですが、特に競技空手なんですけど、空手はスポーツだということができますか？もういや、僕は18歳の頃からですね、40歳まで、選手をやりました。まあその間15年ぐらい、多分僕一番長いんじゃないかなと思うんですけど、15年ぐらいナショナルチームにいました。だからまあ競技空手のその難しさとか面白さとかっていうのはある意味で知り尽くしてる人間の一人だと思うんですけど、やっぱり若いうちはね、その競技空手を一度は経験してみるといいと思うんですよね。やっぱりそれなりにその、まあ、試合っていうのはミスが許されない、ちょっとしたミスでもう負けてしまいますからね。そういう緊迫した状態のその中での、試合っていうのをやっぱり経験してみるといいですよね。だから決して僕はそのスポーツ空手っていうのは否定しないし、ただそのスポーツの例えば競技生活が終わった後に、そのいわゆるさっき言った伝統的な空手に帰ってくれれば、またこれはまあもちろん私の経験なんですけど、40過ぎて僕はね、逆に自分で言うのも変なんですけど、なんか強くなったような気がしたですね。というのは全然今までと全然違う空手があるわけですよ。だからそういう空手を勉強して、ああ空手って奥が深いなと まあもうなかなかね、本当に底が見えないくらいですよね。だから面白い、だからその面白さを僕はセミナーでもこう皆さんに伝えたいんですよね。単なるこうポイントを取る練習だけではなくてね、もちろんポイントを取る練習も難しいですよ、これはやっぱりある一流の域に行くまでにはね。だけどそれだけがやっぱり空手じゃないんだよっていうのがね。だからまあ僕のセミナーはあまりその試合組手はあまり教えないんですけど、まあもちろん要請されれば教えますけどね、むしろその競技空手以外の空手を今一生懸命教えてますね。